雇い入れたのは客に舐められないようにするため、あのあれです、風俗を完全に上がるために雇い入れました。風俗ってタトゥー入ってると単価が下がったり高級店で働けなくなったり、すっごいデメリットしかないので、風俗やるのに安いお店で働きたくなって、自分のスペックを上げてでもいいお店に入りたかったの。この点はじゃないとなんかコスパ悪いと思って、客室もそうだし、だからそのそういった面、そういった面で自分が働けなくするなんかまあために戒めじゃないけど、まあなんかもう俺は風俗を完全に上がるぞ、じゃじゃー、うわーって入れた。そう、ちょっとなんか、あー金欠だやべーとかさ、なんかうわ仕事辞めてとかさ、なんかちょっと働きたくなくなったりすると、やっぱ風俗戻ろうかなっていう邪念が出てくるわけで、もう風俗はやめた方がいろんな意味でいいなっていう、これから風俗に頼ってたら一生風俗で働けるわけじゃないし、良くないなーって、良くないよなーって思って、自立というか大人になるために例を入れてたね。増やしたいんですよ、増やしたいんですけど、例え好きだしな、そもそもなんかまあ例を理解というか、あの肯定派じゃない人に、いや、なんで自分の体になんか傷つけるねんみたいな感じかもしれないけど、まあ、なたはネイルしたりお洋服、ファッション的な感じでやって、将来後悔するとか別にいいんだよ。年取った時のことなんて年取った時に考えるから。まあ多分慣れて何とも思わないとか、なんかそういう系になるとは思うんだけど、まあ、あの、なんていうの？自分の体に柄入ってんのよくない？だから可愛いものが自分についてると可愛いじゃん。そういうことなのよ。日本だとデメリットが多いから、そうだね、あんまり推奨ではないもんな、日本的に。会社で正社員になれないとか、なんか受けれる、なんだ、病院の受けれる、なんかあれが変わるとか、なんかまあ、献血できないとか、なんだっけ、治験いけないとか、なんかそういった面ですごくデメリットは多いものの、